どうも、30無職です。今日は誰でしたっけ？どうも、リーベヘキです。今日は兵長と一緒にスズメバチの巣がお知り合いの方の家にできちゃったということで、取りに来てます。あ、小型スズメバチの巣だ。これがね、スズメバチの巣なんですけど、特徴的なとっくり型をしてますけども、これ小型スズメバチの初期層の特徴的な形ですね。蜂が増えてくると巣を広げていって、みんなが知ってる巣になるんですよ。じゃあまだ出来たてってことか。錠ごと取ってしまえば安全に撤去することができます。ひっそりしてるんで、飛んできたのを見かけない限りはね、こういう巣に気づかないことが多いので、草刈りしてる時に刺されたりとかがありますね。錠っていうのは基本的に自分の命を優先するので攻撃性が非常に低いんですよ。だからツンツンして出てきても逃げるだけで刺してくることはほぼないので、中に錠がいるかどうか確認してみたいと思います。ついに始まったぞ。あっさり終わりそうだな。あ、いる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 ぞ。いたいた。あ、女王だ、間違いない。やったやった、いたいた。おとなしいでしょ、女王。あっさりゲットしたぞ。小型スズメバチの女王ですね。壁の女王。あ、かわいいな。引かれてんな。いたた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 た5分で終わって、見た目はね、オオスズメバチそっくりなんですけど、半分ぐらいに小さくした感じですね。軽いな、随分と。そうなんですよ、紙でできてるんでね。おいおい、あ、自分の巣壊すなって。あ、逃げ込んだ。かわいいですね。内地に帰ってったぞ。壁外は危ねえからな、巨人がいるから。よいしょ。扱いがプロだな。おっとっと、落ち着け。これでよし。おお、花でも刺したいですね。花瓶にちょうどいいよな。すげえっすよね、一人で全部作るんですよこれ。いや、頑張ったな兵長、はい、ありがとうございました。ありがとうな。てなわけでお疲れ様でした。よく見ると可愛いな。でも触りたくはないな。あ、触ってみます。いや、刺さないのこいつ。刺しますよ普通に。やばいじゃん。こんな感じでちょっと指入れたって全然。危ない危ない。あの、おごちゃんさんみたいなことしない。多少出ちゃう出ちゃう。おー、ごめん、出ちゃう出ちゃう。この子は持って帰ってね、大切に飼わせていただきたいと思います。はい、ということで家に帰ってきました。これが今回取ってきた小型スズメバチちゃんの巣です。これを飼育ケースに設営していこうと思います。まあ、この虫かごにキッチンペーパーを引いていってね、飼育下では巣の拡張をさせるのは非常に難しいので僕ではできないと思いますけれど、それでも一応巣を拡張してくれるんじゃないかという淡い期待を込めながら巣材を入れていきます。よいしょ、こんな感じかな。昆虫ゼリーね。ではスズメバチちゃんとこの巣を分けていきたいと思います。ちょっとじゃあエンジン化の中に入っててもらうか。ごめんね、人間怖いね。あー、人間怖いね。ごめんごめん。じゃあちょっとエンジン化の中に入ってもらって、この隙に巣を設営していきたいと思います。とっくりですよ本当に。いやー、すごいですよね。こんな巣女王バチ一匹だけで作り上げちゃうんですから、生きる芸術ですね。生きる陶芸家ですわ。じゃあここに割り箸を貼り付けて、でその割り箸を飼育ケースに貼り付けていきます。このようにしっかり割り箸に固定することができましたんで、超強力テープを巣を固定します。はい、これで大体の設営は完了です。ではね、スズメバチちゃんを解き放っていきたいと思います。ほら、こんな感じです。ここでのんびりと過ごしてもらおうと思います。